それでは舞台共演会へと進めてまいりましょう。まずはじめに登場いただきますのは、岐阜県は白川郷民謡保存会の皆様でございます。ここ五箇山とともに合掌造り集落が世界遺産に登録されていることで大変有名な白川村、五箇山ももちろんですが白川郷もよくいろんな番組で取り上げられていて世界的にも有名ですよね。それでは本日は数多く残る民謡の中から白川輪島、おけさ、しょしょ、そして古代人の4つの民謡をご披露いただきたいと思います。まず最初に、ご披露いただきます民謡は白川輪島、この歌です。お聞きになるとここ五箇山の麦屋と同じ系列の民謡だなとお分かりになるかと思いますが、白川輪島には五箇山と違ってテンポが速いちゃんとこいのお囃子が入ります。それでは早速ご覧いただきましょう。その越後のおけさが内陸部まで伝わったものとも言われていますが、素朴な中にも大変洗練されたメロディーが特徴的な民謡となっております。それでは続いてはおけさでございます。お願いします。
出世がなまったものとも言われております。出世することをめでたくもてはやす大変リズムの良い歌となっております。それでは続きまして、しょっしょでございます。中心に起こった騒動を歌にしたもので、御勢たちによって形を変えて、西へと広がったものと伝えられております。そしてこの古代人ですが、白川村の古代人の笠踊りは
岐阜県の重要無形民俗文化財にも指定されているとのことでございます。それでは古代人よろしくお願いします。Thank you.
白川郷で動物祭りが行われますので、皆さんここらある方はどうぞ白川郷神社の方へ寄っていただきまして、動物を飲みながら、そしてこの人形をまたご覧いただければ幸いかと思います。本日は大変ありがとうございました。ありがとうございました。白川郷人形保存会の皆様、どうか温かい温かい拍手をお送りください。ご出演誠にありがとうございました。